それを忘れんなよっていうのを教えてくださったっていうのと、あとはやっぱしアーロン君に甘いすぎてた自分っていうのが、昨日ほんまに路上 DJ やってみた時に感じましたし、もっとそのアーロン君とかノンピーさんとか本当に関わってくださってる方々にその恩であったりそういうものを後で返さないっていうのを学んだので、本当に DJ にこれから力注いで、で本気で本気で頑張って、DJ モロッコ人から DJ 日本人にさせてもらいます、させてもらいますっていうか、もうほんまに認めてもらえるように頑張ります。はい、あぐらをかいたらいけないよねってことでね。はい、そうです、あぐらかいてました。そうです、頑張ります。いや本当に今日はインスタライブから、はい、パクユナさんにも本当に感謝です。本当にまだまだなんかアーロン君にコラボ配信お願いしますとか絶対に言えないですよね。路上ライブも来てくださいとか絶対に言えなくて、認められて来てくださいって言える状態まで自分が一人で頑張っていきたいと思いますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。これからも、そうです、まだまだこれからですかね、本当にそうですね。もう今ほんまこの時間を大切にして、皆さんの時間を奪ってるというか、ほんまにその時間があるっていうのを忘れずします。絶対にドーム行こう、絶対にドームでアーロン君のバック DJ するんで、絶対に見ててください。それまで自立して頑張ります。で、愛を返します。はい、こんな感じで今日はインスタライブからコラボ配信までのんぴーさんとアーロン君本当にありがとうございました。で、今見てくださってる方々も本当に本当にありがとうございました。はい、アーロン君を信じてというか、自分自身頑張ります。皆さん本当に明日は火曜日やから仕事ですよね。本当にお仕事頑張ってください。僕も頑張るので。何これ、お、何何、え、なんか日本人さんから今コラボ配信申請みたいなの来たんですけど、なんか押しました。僕何も触ってないです。嘘、なんか急にっすか、急なんか承諾するか拒否するかみたいな。それ僕もめっちゃ来るんすよね。じゃあ今私に来た。急に。静か。急に。ちょ、出ましょうか。はい。びっくり。どうやって出んのこれ。わかんないっすよ。出んの。あれって急になんか自動的に送られるんですかね、わかんないですけど。なんなん。びっくり。いやー、本当にびっくりした。いやー、本当にこんな遅い時間まで見てくださってありがとうございます。いや、甘えてる DJ 日本人は終わって、これからは自分一人で研究しまくって、で挑戦して挑戦しての繰り返しを
続けたいと思います。ん、はい、そんな感じでちょっと今日は本当にいろんな方が来てくださって本当にありがとうございます。あ、ちょっと最後にスクショだけ撮っときますね。本当にありがとうございます。いや、ちょっと待ってくださいね、僕写真撮りたいです。ありがとうございます。あ、日本人くんのんぴいるよ。本当に今日はもう遅い時間までありがとうございました。またえ、のんぴーが頑張ろうだってよ。頑張ります。え、のんぴーさんが見てるってことですか。え、頑張ります。本当に頑張ります。あ、のんぴーさんコメントしてくださってたんです。頑張ります。本当にこの思いを忘れないです、僕は。これは、言葉じゃなくて、行動に移して、見せていくので、ぜひ皆さん、今後とも、よろしくお願いします。DJ 日本人でした。のんぴーさんも見てくださって、本当にありがとうございます。コラボ配信も、本当にありがとうございました。遅すぎ、みんなで見せちゃい。本当にやばいやばい。しゃ、はい、ではそんなところで今日の配信は終わりたいと思います。またこれからもTikTok DJ ライブ配信っていうのをやっていこうと思ってるので、これからもよろしくお願いします。では明日のお仕事も頑張ってくださいね。ではお疲れ様でした。ありがとう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 。おやすみなさいです。おやすみなさいです。では、またねー。